はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ロマンシングサガミンストレルソングミンサガ第4回目かな、やっていきたいと思います。で、今回はめちゃくちゃ不安ですけれども、スカーブ山乗り込んでいきます。で、羽取って、で、羽って高値で売れた気がするんで、いや、普通のロマサガだったら高値で売れるんだけど、ちょっとミンサガのせいどうなってんだかよくわかんない。こいつらをどう処理していくか、まあ、戦斧になってるから大木大木でいけるでしょう。で、レイピアでこっちを処理するか。で、魔術師一応ね、陣形的な、陣形っていうほどじゃないんだけど後ろに下げてます、術使って。アタッカーは全員前衛、死んだ弱すぎる、後ろに下げてんのに LP3 しかないからな。全体攻撃されたら終わるなこれ。まあ、ジャミルを鍛えるっていう感じでいきますか。ここはあと戦闘はね、なんかちょっとあんまり矛盾はしちゃうんですけど、戦闘はしないで進めた方がいいんですよ。だから、まあ避けられるところは避けていく。あとクライミングが必要になるんで、あ、宝箱あんじゃん。でも避けきれん。113円。どんな相手にでもこいつは楽勝でしょう。思ったらお供がいたわ。あ、高速好き強い。レイピアだからかやっぱり。あ、ターゲットゲットした。進んでいきますか。ちょっとまあ敵は避け、早っ、逃げろ、ギリギリ、え、無理だよ、ここは無理だよ。全体攻撃をしてくる敵がいなければなんとかなるから、尻尾を食らったら死ぬ、危ねえ。ジャミルも死ぬっちゃね。まだ倒せない、エナジーボルト、よし、 OK。 お荷物が2人いるからな、ここなるべく対策開始。いいね、出ると強い。ジャミル上がれ、よし、ヒットポイントまず上がってほしい。なんかさ、魔術師の上がり方のなんかポーズがすごいな、早すぎる。 20% くらいかな、そのプラスで出んのは。5回に1回、やべえ、26スタン、いいよ別に。いや、バルハラがどん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 強くなってくわ。外せないよ、もうバルハラ強すぎて。ここら辺がもう遅いところは無理だ。ちょっとちゃんと考えよう。大木、大木で確実に殺す。50、もう一発勝ったし、フェイントは意味ない。ただもうこれでダメージが来たね、この3は。同じことでも100近くいくのか、そう考えるとまあまあまあ悪くはないよな。次も光のレベル上げてどうなったんだ。ハヤブサ斬りが使いやすくて、最近ハヤブサ斬り使ってるけど。うわ、チェーンした、危険すぎる。なんだよこいつは。3はライトアドは4で使えるようになってるな。いや、でもハヤブサには多分かなわないよな。33分上、エナジーボルト50。ちょっと魔力は高そうだ、やっぱり威力上がった。あ、そうか、連戦だ。やっぱハヤブサ斬りだな。ドレスソードから1段階上のちょっと物が欲しいけど、フェイントでいけないかな。スタン、まずハヤブサは最初に出るでしょ。足も足ね、足死んだ、あ、死んでない、てか死んだもうあと LP1 しかないよあいつ。絶対ここを乗り切れないでしょう。あと1回もう帰るのもめんどくせえしな。なんか下げ取るようにずっと防御でもしてる。ここもチェーンしそうだけど、だよねー。
や、こいつ強いんだよ。衝突拳使おう。で、衝突拳使おう。ボイでしょ。アンラッキーヒット。やばい、やられる。よし、一体排除。シフの火力がめちゃくちゃ上がってるからな。衝突がちょっとさすがにもうもったいない。はやぶさ返し、いいね。出ると、あ、そうか、連戦からすぐ忘れんな。ただめちゃくちゃ上がる。チェインは上がりやすいのか。ジュエルが増えるっていうのはあったけど、これから属性士マジでやべえ。ムーンライトヒールで回復させよう。ただし攻撃はする。衝突かけるか。防御95、やはり強い。あいつ強い、青いやつ。ジャミルが死ぬ。連携、敵に向かってダッシュする技は武器の使い方を極めることで瞬速移動を発動することがある。この時敵はこの技を回避不能になる。この状態を無速と呼ぶ。533、あぶね、バルファト戦士回復しといてよかった。ジャミルとアルプスと自分死にそうだな。まあ LP は結構あるからね。ここはもう攻撃で行こう。ちょっと待って、高速突きガードしといてよかった。あいつはもうほんとタゲを取るだけだ、今のところ役に立つのは。5ジュエルってあんま強くない気がする。ケツ取れるか。これはケツを取る。で、先手取ったって言ってもさ、そう大したあれなんだよね。敵に攻撃をさせないとかってわけではないんで。いやー強い。基本中3マジで死ぬ。じゃあここはもう一気に決める。ハンティン30。てか何装備してるんだ。魔術師の防具、ちょっとそれも見とかないかな。魔術師だから大したもの装備してなさそうだし。一致力上がった。ヒットポイント、よし上がった。とりあえずヒットポイント上がってくれれば耐えられるのが硬くなるかな。あー、まあ、いや術師のロブだけじゃねえかよ。なんもねえ、売っちゃったかんな。基本的にターゲットを装備させとこう。防御しとけばターゲットの発動確率上がったりしないかな。147円、ボーンブレスト、それはさすがにいいわ。あいつはちょっと犬は直線的だからな。っていうか危ねえ。ここさ、宝箱だけ。マップがわからん。マップがなくない。だってあるわ。さらに奥があるね、普通に。で、こいつも直線的。キャー、後ろ取られた。先手取ったし、なぜ超謎。こいつだから B が強いのか。こいつ排除しておこう。まあ、一般兵最悪ここで死んだら補充しとけばいいんだよ。あ、早すぎる。ある100。氷ビビるイン。あ、死んだ。やっぱりな、しょうがねえ。お前の死は無駄にはしない。防具も揃えた方がいいか。やっぱりめちゃくちゃ食らうからな。死んでるとさすがにパラメーター上がらないから、それちょっときついよね。あ、これ多分ここら辺から登るのか。クライミング、
大丈夫これ足りる宝箱だけか。あ、中行けそうだな。でも道合ってたのかね。これクライミングなくなったら何もできなくなっちゃう。え、どうすんのそしたら。このさ山の中腹でさクライミングがなくなったら。あ、逃げろ逃げろ。とりあえずうわーチェイした。しかもこいつだから、こいつだったらまだなんとかなる。マジでさ魔術師入れた意味ねえわ。もっと普通の戦士入れればよかった。じゃあ、まあ、投げてもしょうがない。よし、ジャミルのヒットポイント。ジャミルとアルベルトはとにかくヒットポイント上がって、やべえ、これはガチで本気でいくか。衝突剣も使おう。で防御スタンしろ。よっしゃ、衝突剣はマジねスタンの可能性があるからいいんだよね。このターンこいつに行動させないっていうのがでかいけど、すげえ早草だな。ここはさすがにもう無理。あー BP がない。早草は1使うかもしんないのか。この早草でなんとか倒してくれれば。無理か、いけ、勝ったバブルブレス全員これ。あ違った、90骨砕き。なんか強いとか弱いとか分かんねえ。あいつ硬いかな。2だから、まあ、回復はしていくのか。ちょっと待って、回復しよう。ジャミルもちょっとやべえな。ジャミルでも1人100は超えてんのか。ムーンライトヒル勝ててよかった。腕力少し上がるね。ヒットポイントよし。魔術師役に立ってないけど、なんもねえここで。これでね戦闘で死ぬと穴があるじゃん。あのボス戦はなんかもう一回できるかもしれないんだけど、普通に戻されるんで。深い穴です。飛び込みますか。飛び込んでいいのこれ。どこまで、なんかその入り口に戻されるとかそういうパターンじゃね。もしかして穴3って何。相手にでも全力で立ち向かうんだ。違う、全然分からん。え、ちょっと待って、あ、大木だ。骨砕きが1使うのか。はやぶさがちょっと1消耗するかもしれないっていうところかな。やっぱ武器だな。武器攻撃力だいぶ変わるわ。戦うのはでも買っといてよかったね。そう思うと。え、これここから出るとどこへ出る。なんか一番最初のマップに出るとかになったら悲しいんだけど。アナさん、いやもうわかんねえわ俺がどこにいるんだか全然わかんねえ。これ上へクライミング行けそうだな。とにかく登ろう。待ち構えてる完全に待ち構えてる。しかも超いっぱいいるし。いやー衝突だな。大木こいつ絶対強えよ。ハイブさんも持つ。いや衝突があと6回か。いや使おう。80とスタンしてもさ先手取れないとちょっと厳しいからな。意外にこのちょびちょび食らうの魔術師にとってはきついんだけど。が多いね。ジャミル50、はやぶさで通常攻撃だな。防御ここで倒せない。大木よし大丈夫か。ジャミルまだ生きてる。結構やばいけどこれは押す。この2人早いなとか
ジャミラ・アルベルトペア。よし、素早さ上がってくれるのいいな。金45円、そこそこ持ってたね。ひたすら上に登ってこう。これナイトハルト一人で来たとかすごすぎんだ。しかも成人の時ってさ、アルベルトと変わんないじゃん、今のアルベルトの年齢と。多分それを一人でやったなんて。待ってよ、ちょっと敵の数多いな。実質4人しか攻撃しないからね。硬い。149死んだ、完全に死んだわあいつ。これ死んだらどうなんの。いやマジかて、このカエルは弱いから。最後に、最後に言ってもこんないっぱいいたんだ。一人一冊は無理だよな。じゃこいつにして、で高速好きでこうか。これで3体倒せる。カットイン。でだいぶこれ倒せるでしょ。でだいぶこれ倒せるでしょ。よし OK。 あと残るお前だ。カットインって、あーでも1使うかもか。あでも最悪カットインで、うーわっ、つらい、本当に戦闘がつらい。そしていなくなった。さよなら。特に何かを装備させたとかそういうのではないんで。宝箱だけ、もしかしてここ。やぶさ、タッキング早えな。あ、立ち切りになってた。ただこいつは弱えかんな。で大木の高速好きだな。ちょっとジャミル、スキルレベル上げなきゃいけなかったんだな、ただで使うためには。よし、こいつは弱え。うまい時と強い時の差が激しいんだけど。で大木、大木で殺したやつでしょ。いいね、よし。服、誰の服だ。137円。ボーンブレスト、なんかボーンブレストが絶対おまけでついてくんだけど、これあれかな、進行具合とかによっておまけが変わるのかな。今はしょぼいからボーンブレストだけど、これさどうするの。え、上り下りも、え、これさ本当どうすんの、これなくなったら。なくなったら積むじゃん。え、そういうゲームだっけ。いや だってここでじゃあ仮になくなりましたってなったらさ、何もできなくない。ちょっとクライミング控えないといけない。ルートが分かんねえかって出たこいつ。ちょっとね、先に周りのやつを処理しよう。カズの暴力は結構きついからな。カットインか衝突かって言ったら衝突の方が強いんだけどな。霞二段とかね。でこいつ倒して、でこいつ倒す。 OK、 食らうのはしょうがない。倒せるやつから倒していこう。もう全部使う可能性があるな。火薬破壊し、いいね、出てくれると。うーわー、一撃死食らってたか。まあ、主人公系はまあ全然エレメンタルコア LP あるから、まあ、いいっちゃいいんだけど。5合目、128か。アルベルトヒットポイントの差が歴然だな。あれ、なんか扉があるんだけど。
あ、いた。え、なにこれ。え、意味わからん。ちょっと待って待って待って、は、え、え、こんなんあったっけ。どうすればいいのこれ。あ、いた。宝箱。いや、超謎。何にも分からなかったんだけど、何一つ分かんなかった仕掛けが。近くに宝箱ありそう。宝箱サーチやってみる。見つけられない。いいよ。悲しすぎんだけど。500円、よし、これはでもでかい。ガントレットいいんじゃない。これは、え、どうしよう。ガントレットでも重そうだよね。シフだな。グローブすげえ上がる。キヨさんが下がるけど、ちょっと待って、今あんまり素早さとかを下げたくないからな。締められた。先手を取って敵を処理していきたいんだよね。重量が上がることによってどれだけ影響が出るか。うわー、これは無理だよね。なかなかだな。衝突を使うときは来たか、また。で、こっちも衝突使おう。石頭くんに。スタンしろ。ダメか。ドンキ。50ゲー！マジかよ。こいつも暴走使うの？暴走意外に痛いからな。ちょっと早めの回復は必要だな。寝てっけどどうしよう。一応回復させとくか。なんか次の戦闘になったら復活するかもしれないから。ムーンライトキー30。早くで倒してくれ。よし、 OK。体力上がると防御力増えるのかな。モンスターが協力して戦っているのか。こいつはしかもどういうあれか見えねえんだけど。あれ、箱がね、薬箱どっか行っちゃった。敵増えてるし。じゃあ衝突を使うか。で、石頭野郎をとりあえず倒そう。ジャミル寝たままか。スタンしろ。よし、 OK。 スタンでかい、マジで。これでよし、倒せる。で、そっからバルハルがやべえな。ムーンライトヒル使えねえか。あれ、薬箱外したんだっけ。まあ、早草で乗り切ろう。ドンキ勝ち切りで、だいぶで一人倒せるでしょ。あれ、生き残ってる。よし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 。バルハルはやっぱり LP 少ないからな。はやぶさだ。体力、ヒットポイント、ベース50円。いや、でもやっぱり結構金は手に入るな。こまめにセーブしないとな。ジャミルが130か。アルベルトのヒットポイント超えたな、いつの間にか。それほどまでにアルベルトはヒットポイントがない。これは逃げる。5号目から変わんねえんだけど。こういう穴の底行ってさ、一応マップあるんだよね。このまま行けるな。いいことなかったかな。あ、危険は避けるのが泥棒の基本なんだがな。あれにはなんか、チェーンにはなんなかった。誰が強いんだか分かんねえわ。カットインが6か。まあやろう。連携、あやみさんイン。400で通せないのか。フレキシブル、あ、ブレードロール。お、これ全体だよ。強え。お、いいね。やばい。シフ、お前最高だ。お前ほどさ使うか。しょうがない。でも切り札として
ブレードロールは全体が入ったのはいいな。強いし、しかもちょっと速攻でクイックセプション、ここあれにならなかったな、チェーンにならなかったな、かったな。覚えてさ死ぬって一番悲しいからね。強い技覚えたって言ってそのまま全滅して終わるっていう。待って、こっちこっちだ。ああ、しかし1体くらい先手取ってる。使う時は来た、ブレードロール。じゃあまばらに行こう。はやぶさがやっぱりもうちょい火力、あ、これブレードロールで倒せたな、あの右のやつは。すげえ、マジ強い。確かに物足りないね、お前らごとき。でも3使うところかな。こいつもキュッてくるからな。先手取られた、逆に衝突だ。でブレードでしょ、衝突いくか。ゾンビだ、うが、右アッパーを食らった。アッパーじゃない、フックか。さあブレードロールの時間です。2回っていうのがいいわな、強い倒した、マジでいいわ。来た甲斐あった、つらかった。一人の魔術師を一人失ったけど、無理だよこれ。これはねちょっとマジで無理。またブレードロール使うか、ブレードロール頼みだな。1体倒すことに集中しよう。とりあえず数を減らす。これ右フック70、グホー。でブレードロール、これで左を倒せてくれれば。いやミスったか、しょうがない。だがあとはこれでいけるはず。はやぶさ、はやぶさプラスになってほしいな。こいつ速い、しかもで、よしシフだな、頼れるべきはシフ。そしてバラハラ、お前も強いぞ、負けてない、仲間にしてよかった。これほどまでに、これはちゃんと避ける。バルハラの戦士が、え、これ上登ってっていいよね。あとなんかあと13回かあったの、結構きついな。ちょ待ってね、これ左行くとなんかある。下に戻るの、いや登る。こっちは、いやあるわ。え、マジでどうする、これ左手いけそうじゃない。ちょ、また待ち構え系かよ、無理です。先手取られてるし。ゴーストビーカー、こいつだったらちょっとサンライトアローの方が効きそうだな。で大木、大木で攻撃だな、なんかすげえウィークネス。あ、これは大丈夫、むしろ嬉しい。70、いや7、やっぱ効かねえわ。勝て、いや硬い、もう一回サンライトいけんな。これ指攻撃しといた方がよかったな、ジャミルは、どうせ効かないんだから。強すぎる、マジシフトだって何者なんだ。でちょっとマジで待って、暗いものの数がすげえ不安なんだけど。ブレード使おう、敵の数が多いかな、強ゾンビになってるし、しびれ付き。でこれ別にさ麻痺するとかじゃないからね、まあ、サンナヒトアローになった、倒した。いやブレードを使うまでもなかったか、もったいなかったな。斧の2本持ちとか良くないじゃん。1本はさ完全にもう壊れてもいいよ、壊さないけど壊れるくらいまで使うっていう。これなんか何もなくね、騙された系、いや騙された系だな。これだって1往復するの2、やべえ、これやべえわ。逃げよう、
4も使うの、まあいいや。これもうすぐ逃げられるはず。いや、この2人は無理だよ。近くにいたから、もう宝箱とかね、探してらんない。どうせね、見つけらんねえし。これさ、タイニーフューザーのところ行ったらさ、なんかショートカットルートがないと、これもうクライミングないよ。これここで登る、もうでもだいぶ上来てるよね。いや、もうなんか不安でたまんないんだけど、多分もう終わりそうだけど、この穴とか怪しいから。あ、なんかもう頂上って書いてあるよ。セーブしよう。さすがにタイニーフェザー戦いは挑まないけど、戦うだけ戦ってみる。すげえ、もうナイトハルトもう尊敬しかしないわ。羽をくれ。でかっタイニーフェザーの羽、2メートルくらいあるんだよ。150、50。やった。私の住処で何をしている、エロールの子よ。羽がいっぱいだくれくれ。自らの勇気の証として羽を取りに来ました。こんなもので勇気が証明できるのか。ならばいくらでも持っていくがいい。ありがとう。待て、いくらでもくれよ。せっかくここまで来たのだ、私の頼みを聞いていけ。疲れたから帰るしかない。トマエ火山にフレームタイアントが住んでいる。ナイトハルトはこれ疲れたから帰るって言ったんだな。きっと過信防御林というものを疲れたって言ってたからね。来てくれ。わかりました、やってみます。頼んだぞ。グレイ仲間にして、おー、よかった、戻ってこれたさて、じゃあちょっと一回クリスタルシティに行って、てかガレサステップから上のウロの町とかも行きたいんだけどな。まず羽がいくらで売れるか確認しよう。てか売れんの、そもそも。すげえ不安なんだけど。いらっしゃいませ。不意に来た。え、羽。これ高っけ、1000円で売れる。薬箱持ってるけど買取不可だ。あ、5200円だった。すっげえ高く売れる。いや、これ売るでしょ、もうめっちゃ上がるんだけど。いや、すげえ上がるわこれ多分でももっとあれ、いや、これも売りてえな。取っとこう、何かあった時のために。え、バトルスタッフいんなくねえじゃん、杖とか。いや、取っとこう。今7000円あるから、金を使い切っちゃった時のために売れるものを残しておこう。で、やっぱりあともう一人仲間が欲しい。で、バルハル族戦士いつ外す。主人公キャラが全員揃ったらバルハル族戦士外そう。外したくないけど、マジで強いから。で、今回ね、そのサブキャラがかなり仲間にできる数が増えてるんですけど、まあ、それはあの本編のリマスターバージョンでサブキャラとかを入れていきたいんで、今回は全員主人公キャラで固めて、そういったサブキャラを使っていくのはリマスターが出てからやっていきたいと思います。じゃあちょっと殿下に一回挨拶して、クリスタルレイクにも行きたいんですよね。殿下のところへ行きましょう。これまたやられんのかよ、毎回。しかも何も言わねえし。ここは立ち入り禁止です。あれ、立ち入り禁止と入れん。アクアマリンの話は聞けねえ。バーバラがいる。眺めしよう。私はバーバラ、よろしくね。私はアルベルト、イスマス公爵ルドルフの息子です。ニューロードを旅しているんだよ。
一緒に連れてってくれ。もちろん、旅は道連れってね。仲間は多い方がいいよ。よろしくね。よろしく。で、ノースポイントから嘘、あ、そっか、今回ウロじゃなくて嘘か。で、タルミッタも行けて、ニューロードの場所も行けて、で、ウエストエンドも分かって、いや、バーバラ最高だわ、君は。で、さらに、ディスティニーストーン、アメジストも持っている。全能力アップとか、すげえ。グラマーリング。あ、知力と精神が上がる。いいな、バーバラ。バーバラってちなみに何キャラなの？ジャフィルはすげえ器用さと素早さが高えな。魅力もある。いや、バーバラすげえ。でも腕力あるじゃん。むしろ知力ねえじゃん、こいつ。腕力キャラか。魅力高えな。魅力が高いのはなんとなく分かる。アメジスト。回収しよう。で、グラマーリングもちょっと回収しよう。服しか装備してないわ。ボーンブレストよりは、ちょっとボーンブレストはマイナスがすごくてな。で、アメジストでしょ。で、グラマーリング。いいなぁ。アルベルト。お前はだいぶ強い。知力10か。器用さが高いね。ドレスソード使ってたからかな。で、シフはやっぱり腕力だよね、普通に。こいつ体力高い、バルハル族。で、あと1人見つけたら、ちょっともうバルハル族戦士は、かわいそうだけど、おさばらだね。じゃあ、これはですね、ドライランドっていうの？嘘に来たよ俺。これ一気に通過できるのいいな。ガルサステップ行かなくていいんだ。で、何をやるのかというと、まずはおい君、地図をもらう。で、ここ宿屋か。ちょっと宿屋一回寝とこう。普通の部屋しかないわ。まあいいや別に。薬箱とかもう使わないな多分。で、これ魔法屋さんに行きたいんですよ。魔法屋さんに。なんか話聞ける？山で巨人を見た。はいはいはい。あ、ホークがいるじゃん。ホーク変えよっかな。こいつ何？俺の腕が必要なら。いや、お前の腕は必要ない。貸してやらんでもないぞ。てか、こういうパブなんだ。この女の子は？ガルサステップ。こうしてようやくガルサステップの生き方がわかるんだ。いらっしゃい。でね、欲しいのサイコブラストが欲しい。敵全体攻撃だから。で、これをあとは鍛えていく。三術合成で。ちょっとお金がかかるんだけれども、サイコブラストを鍛えていきましょう。の前にホーク仲間にする。これはもうちょっと寂しいけどバルハル族戦士、君は本当に役立った。マジで役立った。外せるものは外させていただくただ。すまん。お前に帽子も買ってあげたし、プロテクターもあげたし、翼のお守りも素早さが上がるから装備させてあげたな。今となってはいい思い出だ。で、シフに翼のお守り装備させて素早さを上げよう。で、外さなきゃいけないんだ先に。私が語る物語だし聞いていこう、せっかくだ。おいはぎをなりわいとして、たくさんの罪を重ねた男がおりました。道があればもっと安全に旅ができる。男は罪滅ぼしのために世界に道を作ることにしました。サルーインとの戦いの以前、世界にはたくさんの道があったのだと言われています。男はノースポイントの町からレンガを一つまた一つと並べていきました。20年間男はレンガを並べ続け、そして死にました。しかし男が死ぬ頃には
大勢の人が男を手伝うようになっていました。道はノースポイントからエスタミルまで、そしてさらにエスタミルからフロンティアへと伸びていきました。道はいつしかニューロードと呼ばれるようになりました。ええ話だ。じゃあ外してくれ。もう少しでウエストエンドまで道がつながるのですが、その前にまたサルウィンとの戦いが始まってしまうのでしょうか。ちょっと仲間外してくれ。おい、ウエストエンドまで道がつながるのですが、その前にまたサルウィンとの戦いが始まってしまうのでしょうか。だってこのままじゃ仲間できない。俺の名はキャプテンホーク。とは言っても今じゃ船をなくしちまってな、他に上がったカッパみたいなもんだ。リクって読まないんだ。私はアルベルト、イスマス公爵ルドルフの息子です。キャプテン、ぜひ一緒に。一緒に冒険に行かないか。丘の上じゃ人に従っておく方が利口だな。オーケー、仲間になるぜ。メンバーできない。そうか、つまらんな。すいません、ちょっと詩人さんが仕事をしてくれないん。ここすぐ来れるから、一回ノースポイント行くか。じゃあジャミルのあれも上げときたいしね。でノースポイントのここは多分あれがいるよね、ゲラハで見て、スキル一応確認しておこう。380か。サバイバル45で上げとこう。で最終メンバーをちょっとどうするかも決めていかないとな。でシフは、まあ、せっかくだからやっぱ最後まで入れときたい。まあアルベルトでやってる都合上ね。でジャミル、まあ、強いは強いよね。こいつ誰、一般兵か。であいつは下がゲラハ。ここもなんか物語聞かされる。仲間から、お願いします。バルハル戦士、お前はもうガトの村へ帰れ。よくやってくれた。むしろ金を渡してもいいくらいだ。じゃあちょっとまたキャプテンホークの元へ戻ろう。よし、これでホークが仲間になった。ゴドンゴの場所が明らかになった。いいね。でホークは何を使ってるんだ。斧か。海賊だからね。じゃあちょっとあとやりたいことをやります。生命波動を買います。だとちょっとお金の関係で腕力砲買っとくか。これを一回合成させよう。ちょっと待ってね。タンクラスの認定で、あれ、そっか、クリスタルシティへ行かなきゃいけないのか。そこの場所じゃないと認定ができないんだね。いや、これもう一回行けば船とか使わないで移動できるのがいいな。でローザリア術奉仕にして、そこからメンバーのアルベルト、スペル、術合成、ベースはサイコブラストで、追加で生命波動で腕力砲。 BP コスト7とか、いや結構厳しいな。これ一発目で撃てるようにしたいな。でそうするとさ、アルベルトじゃない方が良かったんじゃない、もしかして。シフとかなら一発、ジャビルとかジャビルとかだったら最初から撃てんじゃん。アルベルト初期 BP が少ないんだ多分。回復量多いけど、そういう感じか。まあいいや、ちょっと なんとかして初期 BP7 で、もう一個ね、要は腕力砲だったけど、それ
安くてそうしたんだけど、金をつぎ込めばもっと高い覚醒印をつければいけそうな気がするんですけど、いかがでしょうか。お金が足りるかどうか。ちょっと初手で打ちたいんだよね、やっぱり。売れるもん売ろう。4000くらい必要だった気がする。5000円くらい必要だな。これ売っても無理だ。まあいいか。ちょっととりあえずじゃあ一回もう一回ちょっとスカーフさんで、これでしょ。敵がいっぱいいるけどサイコブラストは BP が足りないから、ちょっとサイコブラストの威力だけ見よう。そこ BP 初期 BP 高いやつって使いやすそうだな。コークブレード、なんかすげえの持ってんな。防御しても結構食らうな。ガラガラしすぎだろ。で2ターン目でサイコブラスト LP 消費するかもしんないか。ちょっと前やってみよう。いけ強LP 減ったけどっていう感じです。だからこれ LP なしでいけるようになりたいねという感じです。というわけで、当面の、まあ、目標は LP 消費なしの初手でサイコブラストが打てるようになれればいいかなという感じで、またイベントを進めていきたいと思います。今回はここで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価していただければ幸いです。